はい、半間巌先生です。パソコンの発明者では、私、世界一なんですね。マイクロソフトも私がビル・ゲイツよりか上で創業者ですね。アマゾンさんだって流通系統でね、パソコンの僕の発明でね、できたもんですからね。で、創業者では私の方が上ですね。長者番付1番2番になってますけどね。で、それからIBM がパソコンで中国に売ったパテントを売りましたでしょ、だいぶ前にね。それはこれ私のもので IBM が盗んで勝手に盗んだわけですよね。私は一切売ってませんから、パテントね。ただね、パソコンのパテントっていうのはそんなないですよ、全然。ただパソコン組めればいいだけですから、プロセッサーを並べてね。何もパテントなんかお金なんて払う必要ないし、それができないから指導は、だったら指導料を払わないといけませんけど、IBM にね。パテントなんて何もありませんよ、パソコンのパテントなんていうのは。いろんないいプロセッサーがあって、基板にね、回路を組めればいいわけです、ただ。ね。それで、OS にね、マイクロソフトの OS とか、Linux などに、認識ができるようにしてもらうだけですね。それだけです。ハードウェアは何だって関係ないですね。だから、組み方ちゃんと組めればいいわけです。プロセッサーもいろんなのありますでしょ。インテルから、AMD さんとかですね、いろいろありますからね。それで組むだけです。で、そこで組んだとこから、原図がありますでしょ。組み方の。それをもらえればいいわけですからね。それに合う基板を作るだけです。ただね。それだけで、パテントのないやなんて一切払う必要ないわけです。中国は IBM にね。これ、発明者としては私が一番上だから、それはいただきますけどね。全くただですね。技術指導料だけですね。中国はその技術指導っていうか、技術ないっていうことないでしょ。ね。軍事も強いし、いろいろ製品も作れてますからね。そもそも私が盗んで、IBM が勝手に盗んでやってるだけですからね。で、盗難品でやってるわけでしょ。まずそれをちょっと正しくお教えしておきます。で、人間はまだ話したり聞いたりすることできませんから、テレパシーでね、全部義務教育受けて卒業してるだけです。だから人間と話すと、もうチャンバラだけになりますからね。チャンバラの話だから、人間とは話はしませんけれどもね。で、人間はとにかく今日肉食生物ですから、盗むことが仕事です。全然法律も殺しも全然関係ないです。やられあの弱けりゃ殺されます。ね。ただそれだけですね。あと、たくさん奴隷作りますから、人間はね。バカだから、ちゃんと、人間の場合ね、教育すると、奴隷にすると、それでその奴隷に専念しますし、それに対して外そうとする人を逆に殺していきます。ちゃんと仕事しますから。全世界そうなってます。人間バカだから、奴隷にされたら奴隷に忠実に一生過ごしますからね、人間の場合はね。絶対そこからさあのそれないですね。優に教育ができちゃいます、人間の場合。奴隷にね。普通に世に出ててもちゃんとしてますからね。日本人の場合はそうですね。奴隷にされていても、もう普通に、歩いてます。ね。で、仕事はもう奴隷ですね。で、タダで働いてます。世界中そうですからね。
でも、そもそも人間というのは読み書きも話したり聞いたりすること7000年後に分かるようなことでしか動けません。頭悪くて。で、大学も卒業して難しいのを卒業してますけども、全部テレパシーでカンニングです。カンニング、自分で覚えることはできません。だから仲間がいなければ分かんないわけですね。難しいものを作ったり、ね、研究したりすること、仲間がいなければできない。また宇宙生物がいましたね、上の。それにならなければ、何もできません。ね、そういうことですね。まだ時間があったかな。まだ1分ちょっとあったですね。あと、そんなことですね。で、人間と話はもう乱暴になるんで、人間はもうただ盗みだけですから、ね、ガーガー理屈こいて言ったって全然意味ないですね。力ずくで、ね、盗めるか盗めないかで、来るだけです。話す内容は全部、相手のね、力を知るためにね、ぶつかってくるわけですね。それで盗めるか盗めないかで引っ込むだけですからね。人間は単なる超肉食生物です。全く法律作ったって契約しても力がないって気です。後でね、その法律、契約したからって言ったってダメですね。殺人だって全然ダメですし、福島原発もね、私こっちいるんで、攻撃で人間が作った事件ですね。事故じゃないですね。あれわざと付け火ですね。そんなことでね、パソコンの IBM のパテントっていうのは、私から盗んで勝手に中国に売ったものです。ね、それをよく中国は知って